そうですね。でもすごく自分はショックが大きくて、あのお父さんもドラゴンボールずっと好きだったので、そこからずっと見ていたっていうところもあって、かなりショックは大きかったですかね。はい。なんか絵もすごく上手だったし、他の漫画にはない、Moi, je suis de 1977, hein, donc je suis en plein dans cette période-là, années 80 et tout. Donc oui, Dragon Ball, ça a versé ma jeunesse. やっぱりそのドラゴンボールってやっぱこういっぱい戦っていくことに、たくさん戦いを重ねていくによって強くなっていくっていう進化の話だと思うんですけど、もともと小さい頃から私は結構人と関わるのが苦手だったりとか弱いところが多かったので、やっぱドラゴンボールを見てもっと自分が頑張ろうっていう風に思えるようになったっていうのがきっかけで。